うのを見つけました。割ってみてもメロンは入っていないみたいです。いにゅっく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 っあー開いた。ふう、メロンが入っていないのになんでメロンパンなんでしょうね。ふん、それはお前が練り込まれる予定のパンだからな。いらっしゃいませ。ちなみにレモンティーはだな。いらっしゃいませ。聞けよ。メロンちゃん。店長、この本どうすればいいです？ああ、それなら新刊コーナーに並べておいてくれ。わかりました。あ、これって奥様の新作じゃないですか？そうだよ。奥様の本は人気ありますからね。目立つところに置くです。メロンに任せるよ。店長、どうしたんですか？元気ないです。売れ筋の本が入るのは嬉しいんだが、これができるまでほとんど相手をしてもらえなかったからな。今朝出勤する時も行ってらっしゃいのチューがなかったし。そういえば奥様ずっと部屋にこもりきりでしたね。しかも食事当番の作る飯が食えたもんじゃない。ご飯に夕張メロンを炊き込むし。あれは失敗でしたね。そうそう、奥様はどんなお話を書いてるんですか？そこに見本があるだろう。どれどれ、バラバラバラっと。うわぁ、大胆です。にゃんにゃんにゃん。ん？ヘッチはダメです。ほら、レモンちゃん、いらっしゃい。いらっしゃいませ。またエッチな本を売ってるんですか？メロンちゃん、いやらしいです。でもこれ男の子同士ですよ。男でも女でもエッチはダメです。ん？何？あら、これくらいは今時普通じゃない？ブラックレモンちゃん、いらっしゃい。いらっしゃいませ。私は嫌いじゃないわよ。もう少し際どいシーンがあってもいいと思うけど。ダメったらダメです。こんなもの売っちゃいけません。ほらほら、これが現実なのよ。しっかりと見なさい。嫌です。こっちに持ってこないでください。あー、こらこらこら、お前ら売り物で遊ぶんじゃない。投げ、もう、ほんとにね。ほら、レモンちゃん、こんなのもあるわよ。やー、もうやーだー、ちっちゃー。わー、レモンちゃん、そっちは。痛ーい。あー、お店がめちゃくちゃです。私のせいじゃないわよ。今のは、ブラックレモンちゃんが悪いです。レモンが自分からぶつかっていったんじゃないの。メロンちゃんがエッチな本を売るからです。私ですか？またか。お客さんがどんどん帰っていく。またうちの店の売り上げが真っ逆さまに落ちていく。どうしてこんなことになったかな。メロン畑なのに一面真っ白なのね。それは12月だからだよ。夕張メロンの収穫は初夏だからね。あら、私うっかりしてたわ。ごめんなさいね。無理言って連れてきてもらったのに。いいんだよ。それより謝るのは僕の方さ。どうしたの？急に改まって。僕が飛行機苦手なばっかりに、せっかくの新婚旅行が北海道になってしまって。あら、私は冬の北海道が好きよ。君にそう言ってもらえるととっても嬉しいな。横浜から青森まで車で12時間。途中雪が降ってきたのに、あなたがチェーンを忘れてきたからスリップしてガードレールにぶつかりそうになったり、フェリーが猛吹雪で欠航になって2日間足止めを食らったり、車が寒冷地仕様じゃないから車内が温まらなくて風邪をひきそうになったことなんか、私全然気にしてないの。あ、本当かな。あら、冬なのに一つだけたくましく育っているメロンがあるわ。そんなバカな。あ、本当だ。雪に負けないで立派に育ってるメロンなのね。
ねえ、あなた、行ってみましょうよ。ああ、翔子さん、待ってください。あらあら、このメロン、ちょっと変わってるわね。いや、これはメロンじゃなくて、雪に埋まってる女の子じゃないか。あらあら、新しい遊びかしら。いや、遊んでるんじゃないと思うんだが。おい、君、しっかりしろ。大変だわ、この子、冷たくなってる、息もしてない。え、なんだって。長い時間、雪の中にいたからだな。あなた、助けてあげて、お願い。助けろって言われてもな。どうすればいいんだ。息をしていないってことは人工呼吸をしないと。それに冷えた体を温めるには人肌がいいって聞いたことがあるけど。あなた、どうしたの、早く。いや、いくら人命救助とはいえ、痛い気な少女と口づけをして裸になって抱き合うなんて。いや、しかも愛する翔子さんの前で。あなた。いや、こんな時に何を考えているんだ。僕は人の命がかかっているんだぞ。ためらうことはない。こんなチャンスはもう一生ないだろう。翔子さんも公認だし。あなた、よし、今脱ぐ。いや、助けるぞ。この子、気がついたみたいよ。よく寝たです。だー、こんにちは、かわいいお嬢さん。はい、こんにちはです。あら、元気がいいのね。あなた、お名前は。私ですか。あれ？どうしたの？すいません。私の名前は何でしたっけ？なんじゃそりゃ！あなた、コーヒーが入りましたよ。ありがとう。君の入れてくれたコーヒーはいつも最高だよ。褒めても何も出ませんよ。ところで、新刊の調子はどうですか。あとは仕上げだけね。ああ、そうですか。いや、僕には応援することしかできないですけども、頑張ってくださいませ。ありがとう。読んでくれたみんなが楽しんでくれる作品にしなくちゃ。奥様、洗濯物干しておきましたです。あら、ずいぶん遅かったのね。物干し竿を倒しちゃって全部洗濯し直しましたです。あらあら、それはご苦労様でした。普通なら落ち込んで泣いちゃうのに、メロンちゃんは明るい良い子ね。あなたも褒めてあげてくださいよ。いつもご苦労様。って、なんでお前がここにいるんだ。え、ここはどこだ。店長さんのお家です。お前は誰だ。私はメロンです。夕張メロンの畑に倒れていたので、メロンという名前を奥様につけていただきました。かわいい名前でしょ。はい、とっても気に入ってます。だから、そのメロンがなぜ僕の家にいるんだ。それは他に行くところがないからです。メロンちゃんは昔のことを覚えていないのよね。はい、記憶喪失ってやつです。明るく言いやがって。あれから何日経ったと思ってるんだ。いい加減何か思い出せんのか。思い出そうとすると頭が痛くなってしまうんです。今もう痛いです。いいのよ、無理しなくて。はい、申し訳ありません、奥様。それなら叱るべきところに行けばいいだろう。警察とか児童相談所とか。いいじゃない、記憶が戻るまでうちに置いてあげれば。いや、よくないですよ。僕たちは新婚なんですから、あんなことやこんなことをするのに邪魔者がいたら困るじゃないですか、翔子さん。この家は誰のお金で建てたんでしたっけ。はい、翔子さんの原稿料でございます。メロンちゃん、好きなだけこのうちにいていいのよ。ただし、貸せるのは屋根裏部屋だけど。ありがとうございます、奥様。このご恩は一生忘れませんです。記憶喪失の娘に言われてもいまいち信用できんからな。ふーってタバコも吸えないけど。あ、そうだ、タダで置いてもらうわけにはいきませんから、私働きます。あら、偉いのね。それじゃあ、
私のアシスタントをやってみない？漫画のお手伝いですか？私、絵は苦手なんですけど。大丈夫よ。誰にでもできる簡単な作業だから。そうなんですか？それなら粉骨最新の覚悟で頑張ります。昔のこと覚えてないのに、なんでそんな言葉は覚えてんだよ。それじゃ早速手伝ってちょうだい。今日中に原稿を仕上げておきたいの。はい、任せてくださいです。消しゴムかけですね。任せてくださいですわ。キャー、この子をあなたのお店で働かせてあげて。結局そうなるのね。メロンちゃん、今日もいいお天気。お日様の光が気持ちいいです。はい、メロンブックスです。ニーハオ、わしだ。店長いるあるか？お疲れ様です。少々お待ちください。店長、香港店の店長さんからお電話です。はい、もしもし。お電話変わりました。うん、わしあるよ。そろそろメカメロンのメンテナンスをせんといかんと思ってな。連絡をしてみたあるよ。面倒なやつだな。例えばメンテナンスをしなかったらどうなるんですか？動作が不安定になったり燃料が漏れたりするある。ああ、そういや最近メカメロンの調子がおかしかったな。ガガガガ、いらっしゃいませ。ガガガ。ちなみにメカメロンの燃料って何なんですか？プルトニウムあるよ。店長、メカプーが液だれしてますよ。よるな。店長ダッシュ。どうだ、恐れ入ったか。少しは尊敬しろよ。はい、すごいです。で、一体何を売ってるんですか？見たらわかるだろう。本屋さんだよ。同人誌からコミック、キャラクターグッズまで幅広く取り扱っているぞ。おお、エッチなのもありますね。おっと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 、それはうちの売れ筋商品だ。大切に扱うように。はは。しまった。どうしたんですか店長さん。本社のあの方からのお呼び出しだ。今すぐ行かないと。でも今は店を離れられないしな。私がいるです。限りなく不安だ。しかし時間もないし。メロン、店番できるか？はい、任せてくださいです。いや、返事はいいんだけどな。とにかくお客様には失礼のないようにな。分かってます。いってらっしゃいです。いや、元気はいいんだけどな。ご苦労やな。お前の店の売り上げもまずまずのようやないか。はい、ありがとうございます。新しいバイトを雇ったらしいな。あ、雇ったというか拾ったというか。来月の売り上げ目標を倍にしてもええな。がどこま
まで働けるか分かりませんし。ええー、な。あ、はい、分かりました。ほなな。あ、お気をつけて。まったくよ、あの方も毎回きついこと言ってくれるよな。こっちの苦労も知らんと一回こっち来てみろってんだよ、おめえはよ。あ、そうだ、とにかくメロンのやつに仕事を覚えさせないとな。1200+1500 かける消費税が 5% で、こちらが商品でこちらがお釣りになります。お買い上げありがとうございましたです。はいはい、こら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 。どうしたんですか店長さん、そんなに怖い顔して。5000円札で2980円の買い物をしたお客さんにどうして1000円札を6枚も渡すのかな。だって計算わかんなくって、お釣りが少ないとお客さんに怒られるんですもん。いや当たり前だ、多くても僕が怒る。ひえー、私暗算苦手なんです。何のためにレジがあると思ってるんだ。まったく。店長さん、会計待ちのお客さんがあんなにいっぱいです。もう行列になってるじゃないか。急いで会計をしないと大変なことになるぞ。私じゃ間に合わないです。ちょっと代わってくれますか。はいです。今からお会計をします。皆さんもう少し待ってくださいね。あの子すごいです。ものすごいスピードでレジ打ってる。手際もいいし、しかも接客態度も素晴らしい。誰かとは大違い。私だって慣れてくればあのくらいできるようになります。ほう、どれぐらいでできるの。10年ぐらい地道に鍛錬を積めばいけます。はいはい、お前の成長を待つよりあの子をスカウトした方が早そうだな。そんな、ひどいです。終わりました。余計なことしてごめんなさい。でも放っておけなくて。いや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 、こちらこそ助かったよ。ありがとう。君の名前は。私の名前はレモンです。私はメロン、よろしくです。うちの店に来たってことは君も同人誌が好きなのかな。近所だから来てみただけです。同人ってよくわからないけど本は好きですよ。まあそれなら話は早い。うちの店を手伝ってくれないか。暇な時でいいなら別に構わないです。よし決まった、オッケー。有力な新人のゲートで来年の目標達成も夢じゃなくなった。俺オッケー。じゃあ私が先輩ですね。いろいろ教えてあげます。これがうちの商品です。どれどれ。売れ筋商品だから大事に扱ってくださいです。エッチなのはダメです。ああ、君ちょっと待って。あ、ちょ、ね、寝たら。ああ、ああ、ああ、いっちゃいました。いい戦力だと思ったんだけどな。大丈夫、私がいるからそんなに気を落とさないでくださいです。あ、やっぱりこいつと一緒にやるしかないのか。はあ、メロンちゃん、ただいま。おかえりなさい。キュッ、あなた荷物が届いてるわよ。僕にかい。送り主は誰かな。ネオ香港店の店長さんですって。香港から。あのメカマニアが何を送ってきたんだ。へえ、ずいぶん大きいんですね。中身は何ですか。ま、開けてみるか。はい、開けましょう。私に任せてくださいです。はい、にゅくくにゅっおかこ、これはプラモデルの箱みたいね。うわー、かっこいいです。いや、今さらプラモなんか作れるかよ。あ、そうだメロン、お前にやろう。え、本当ですか。ありがとう。よかったわねメロンちゃん、
私だってめったにプレゼントもらえないのに。いや、そんなことないですよ。あ、そうだそうだ、ねえ、 お店がお休みだからさ、買い物に行きましょうよ。残念ながら私は原稿がありますので。あー、ちょっと待ってくださいよ、しょうこさん。じゃあ蓋を開けてみるです。よいしょっと。じゃーん。あれ、このプラモデル出来上がってます。よいしょっと。かわいいです。 AC アダプターがありますね。これ動くみたいです。コンセントはどこだったですか。あ、あったあった。よいしょっと。いらっしゃいませ。すごい動いたです。いらっしゃいませ。へえ、この子喋るんですね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。真似しちゃダメです。いらっしゃいませ。この子の名前はメイカプーがいいです。こんにちは、メイカプー。いらっしゃいませ。今日もなさそうだ。いらっしゃいませ。おい、何を騒いでいるんだ。もう、んーだーこりゃ。いらっしゃいませ。プラモデルです。こんなプラモがあるか。だって箱の中に入ってたです。そんなバカな。いらっしゃいませ。こいつ、いらっしゃいませしか言えないのか。あの機械マニア、ケチって会話機能をつけなかったな。音声サンプリングで同じ言葉しか喋らないぞ。ん？手紙が入ってるぞ。何何？君の仕事の手助けになるものを送ろう。このロボットは今や伝説となっている初号店にある地下迷宮倉庫の最深部で発見されたものを私が整備改良したものだ。未知数な部分もあるが、多くの武器を装備し、プルトニウムをエネルギーに。プルトニウム？いらっしゃいませ。メロン、今すぐそいつのスイッチを切るんだ。え、どうしてですか。プルトニウムで動くような機械を家に入れられるか。でも、いらっしゃいません。スイッチ切らないとおやつあげないよ。もう、わかりましたです。どれがスイッチかな。いらっしゃいます。何のスイッチ入れたんだ。間違えたみたいです。反対側を押してみます。いらっしゃいませ。おい、背中から煙を吹いてるじゃないか。止めなさい、今すぐ止めなさい。だって止め方わからないです。アダプターがあるだろ、コンセントを抜きなさい。はい。まだ動いてるじゃないか。店長さん、止まらないです。このロボット、あなたのお店に持って行ってくれるわね。はい、わかりました。メロンちゃん、夏真っ盛り、ムシムシと暑い毎日が続きます。それなのにメロンブックス内のエアコンが大破。どうしましょう。暑いです。バカ者、浸透を滅却すれば日もまた涼し。我慢せい。でもエアコンが壊れたのって店長さんがポコポコ殴ったからじゃないですか。まあ過去を振り返るな、前を向いて歩こうじゃないか。ごまかさないでくださいよ。暑くてお客さんも来ないし。たく、ご要望に応じてやるか。メカメロンカモン。いらっしゃいませ。よし、これでオッケーだ。いらっしゃいませ。メカプーがエアコン代わ
りにも？うん、108の裏機能のうちの一つだ。メカプーは高機能なんですね。そうかも。店長さん、さっきからチャリンチャリンという音は何ですか？ああ、お金だ。入れないと動かん。1分100円だ。うわ、せこい。心配するな。お前の給料分を入れてるから。なんで？暑いんだろう。メカプー、待って、やめて、お金入って。いらっしゃいませ。いやー、メロンちゃん。はー、暇ですね。あー、そうだな。いて、うん、しょ。痛いです。レモンちゃんひどいです。二人ともたるんでます。だって客が一人も来ないんだもん。だらけるよな。私はお客さんじゃないんですか？だって何も買ってくれないんだもん。だらけるよな。エッチな方は買いませんよ。いらっしゃいませ。歓迎してくれるのはあなただけですね。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。はいはい。最近エッチな本がさらに増えたような気がしませんか？店長さんがエッチですからね。僕はね、お客様のニーズに応えてるの。エッチはいけません。でもいつもならこの時間には必ずお客さんが来てるはずですのに、おかしいです。確かに変だな。ちょっと外の様子を見てきます。あ、私も一緒に行きます。そのままサボるんじゃないぞ。店長さん、大変です、大変です。なあ、何が大変なんだ？いいから、早く来てください。何なんだよもう。ああ、ちょっと引っ張んない、引っ張んない。もう、なんだこれは。はい、押さないで押さないで、順番に並んでください。なんでうちの店の前に行列が？みんなうちのお客さんです。私、ブラックレモンの超エッチー同人誌の欲しい人は並んでね。ブラックレモンですか？いや、そういえば似てるな。お前の親戚か？違います。それよりお店の前で売るなんて明らかに営業妨害ですよ。しかも超エッチーんです。そこに反応しないでください。3冊以上お買い上げの方にはお会計の時足を組み替えちゃおうかな。あんな短いスカートを履いてるのに椅子に座ったまま足を組み替えるってことは、パンチラ攻撃です。エッチです。5冊買ってくれた人には上着のボタン3つまで外しちゃおうかな。ボタン3つも外したらブラチラ攻撃です。何？まだ続きがあるのか？そうじゃないです。これ以上好き勝手させといていいんですか？よくないです。そうです、メロンちゃんガツンと言ってやってください。はい、行くです。ちょっと待ちなさいです。何？本が欲しいなら並んでくださらない？買いに来たんじゃないです。あらあら、営業妨害はお断りよ。営業妨害はそっちじゃないですか。なんなのよあなたたちは。メロンブックスのアイドル、メロンちゃんです。いつアイドルになったんですか？どさくさに紛れて変なこと言わないでください。違うんですか？違います。用がないなら売り子に戻るわよ。あるある、ありますです。なんなのよ一体。人の店の前でなんてことしてるですか？同人誌の即売会よ。ちゃんと路上販売の許可は取ってあるんだから。そうじゃなくて、エッチなことして売りつけてることですよ。だってお客さんが買ってくれるんだもん。売れればいいんですか？よく覚えておきなさい。いいものが売れるんじゃないの、売れるものがいいものなの。私はそのための努力は惜しまないわ。それは間違ってると思います。そうかしら。そうです、うちのお店だってエッチなのは売ってます。でも店長さんは来ていただいたお客さんにたくさんの本を見てほしいから集めてるだけなんです。本を好きな人がもっと好きになってくれるようにって。メロン、お前店長さんからも何か言ってやってくださいです。ああ、
わかった、うん、ブラックレモン君。何よ、説教なら聞きたくないわよ。君の言葉には感動した。ぜひうちの店で働いてくれ。店長さん、やっぱりエッチな人はダメです。メロンちゃん、ダメよダメ、このままじゃダメだわ。何がダメなんですか。どうせくだらないことだと思いますが、一応聞いてあげます。メロンの喋り方に個性がなさすぎるわ。ガーン、そうなんですか。今のままでも十分に個性的だと思いますけど。メロンちゃんです。で、そうですよね。まだまだ足りないわ。なんていうのかしら、一度聞いたら耳から離れないようなインパクトが欲しいわね。はあ、そういうものですか。それでブラックレモンはどうしろって言うんですか。うん、メロンなんだから言葉の最後にメロンをつけたらいいと思うのよ。メロンですか。そうよ、かなりのインパクトだわ。そうですか。なんか違うような気がしますが。いいからメロンやってみなさい。あ、はい。これでいいメロン。やっぱり変ですよ。こういうものはね、最初は違和感があってもずっと続けていくことで定着していくものなの。いい、続けるのよ。わかりました、メロン。そうだわ、私たちも語尾にインパクトを持たせましょうよ。は、それいい、メロン。そんな。レモン、あんたはレモンをつけなさい。わかった、レモン。もっと元気にやる、メロン。レモンちゃん、こんにちはだ、メロン。こんにちはだ、レモン。まあ、最初のうちはこんなもんかな。そうだ、ブラックレモンちゃんもやる、メロン。あたしもやるの。ブラックレモンだからブラレをつける、レモン。それいい、メロン。ブラレなの。早くやる、レモン。早くやる、メロン。わかった、ブラレ。これでいい、ブラレ。やっぱりさ、普通がいいと思うんだ。そうですね。やっぱり自然が一番ですよね。